はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3では冷たい谷のイルシールからやっていきたいと思います。今回から武器はグレソに変えてますけど、ちょっとさっき試し切りしてみたところ、やっぱり扱いが難しいね、重いんで。なのでもしかしたらまたダークソードに戻すかもしれません。その分攻撃力はね、やっぱり破壊力抜群なんで、ここは1匹ずつ釣り上げていきたいけど、もともとあいつが右から出てくるのか、こいつ。でも近づいてくる頃には、いて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 、しまった、重い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 、ちょっと待って、早いよ、ちょっとエスト飲みたい、いきなりやばい。いやいってグレソのいいところが全く見せらんなかった。振りの早いやつは先手を取られちゃうからね、こっちが武器を振る前に。気を取り直して再スタート。これはいいや、もうで、ちゃんと落ち着け、落ち着いて、こいつを釣るでしょ、もう一発入るでしょ、でそしたら変えてガードちょっとで、何、ほらこれよ、圧倒的な強靭削りで、あいつに気づかれて闇玉打ってくるのか。で両手持ちの方がやっぱり強いんだけど、ちゃんと盾を構えようで、1、2、叩き潰す。で自分も強靭度があった方がいいよね。で施し1回使おう。やっぱりスタミナなんだな、あと必要なのは。でこれこっち側にいるから、ガードするとやっぱりスタミナが削れちゃうんで強っ。ほらほら、ゴリ押し、ゴリ押し感が強い。で例の広場でね、ここはねあいつはいないんだよね、上級騎士。無駄、一発では倒せないか、両手持ちでも。ただし奥の炎マンはいる、炎マンがいるから回復して、ちょっと待って、回復中だけど、来てんだけど。片手はこれがあれか、縦振りか、横投げ払い、よしこれで周りの音も一網打尽にしよう。ちょ待って、やばい、一発が重すぎるんだよ。やっちゃ、いやマジで食らいすぎだろ。ほらほら、いや待って、防御力が下がってんのか、多分防具脱いでやかんね。これで叩き潰す。いや待って、スタミナが全然足んねえわ。いや一方的に攻撃できるけどきついな。あそこ上にもいるんだよね、どうしよっかな。弓で、弓地区ダメだ。あちゃ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 あ、え、なんだこりゃ、家計のなんとか。もう一回施し使ってラスト施し。で両手持ちにして突撃してにはならなかった。多少早めに攻撃を振っておかないと、先手を取られてしまう。で右からもこれなんかイルシール兵が来てるから、
やつに気づかれる前に先手を取る。叩きつける。あー、いって、あちゃ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 あ、よし。いや、グレソ、もうちょっと。火の魔女なんだ。もうちょっと、あれだね。多分、能力上がらないときついな。というわけで、グレソはまだ先。やつが来る前に、これで、やっぱ使いやすい。直剣使いやすい。直剣正義ですわ。はい。で、起き上がったところ、いや、振りが早い、いいね。スタミナの消費もそんなないし。で、この前ここをこっち行ったから、次は順路を進んでいきましょう。これとか行けんの？なんか行けない。ただまだなんか声がするんだよね、奥にいるな、人が。こういうところとかもアイテムが落ちてないか見る。お、今度2人になった。1人細いね。で、横からも行けんだけど、どうするべきか。ここは多分ショトカかな。さすがに開かないよね。こっちのアイテムを回収しよう。大賭け。よし、あっち側にも続いてるね。左から行くか、一回中を行くか。いや、めんどくせえ。3人気づかれるのはほんとめんどくせえな。やばい、これ一回飲んで、ゆっくり行ってから。やばい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 、うお、マジか。1万2000ソウル。でも敵も結構ソウル持ってるからね、割とすぐ溜まりそう。結婚回収、ここに来るまでに1万2000入る。超きついんだけど、ここ。あいつら3人は後で。大賭け、やっぱりイルシールから大賭けデフォか。イルシールのちょっと前はたまに大賭けが手に入るっていう程度。端から行こう。あれ、もしかしてかがり火。やった、中継地点。2万4000ソウルあるからね。また帰りたい。すでに二刀流に注意しろ。これなんだろう、光ってんの気になるけど。薬状の証。あ、なんか製薬関係かな。なんかそんな感じだよね。あ、待って待って待って、なんかいるじゃん、よく見たら。お久しぶりです。フォレスとは出会いませんでした。使命があります。一人でも向かうべき使命が。あなたもきっとそうなんでしょう。これをお持ちください。ジャガンの指輪、いらないな。ただ一人で使命に向かっている。そして私もそうあろうと思います。お、強くなったな。静かな意志、頑張れ。てか、お前イールシールよく来たな。上級騎士来てた方がいいよ。やっぱ防具つけてるだけで全然違うんだけど。じゃあ俺は一回レベル上げに帰るわ。ヨルシカ教会、へえ。さて、じゃあ体力がきつくなってきたよね。体力じゃねえや、生命力上げとこう。生命力と直剣使う分には時給20でいいんだよな。今のところちょっと生命を中心的に上げていこう。じゃあヨルシカ教会に戻りますか。いなくなってるかな。あ、いなくなってんね。だいたい1回話すと移動するからね。で、俺どっちから来たんだっけ。こっちから来たから、こっちへ行ってみるか。まずは、
これはどこだ。え、なんかすげえ普通に、え、なんだ、え、え、倒しとく。憂いは立っておく。あ、見えない、やっぱ見えないか。もやっとしたのだけは見える。血の奇跡、消えかけのソウル。この先バックスタブに注意しろ。あ、消えてるからね、忍び寄ってきていきなり攻撃されるっていうことがある。こっち側に回ってみますか。アイテム、消えかけ、罠だな、かなりいるな。お前も死ね。赤い、やだ、音がやだ。背後が有効だ。機関のごっぺん、後ろはあるね。お、節の遺骨、ありがたい。エストの指輪つけてるから、でもめちゃくちゃ回復するんだよね。ほぼほぼ全開に持っていける。ところで背後が有効だ。みんな背後を強調してるな。ここは来てよかった。敵が消えてるという原理がよくわからないけど、じゃあこっち行きますか。下へ降りていってるね。頑張れよ。何かいるか。あそこにアイテム、上とかも大丈夫。あれ、犬っぽいのがいる。え、むさぼってんな。むさぼり D か。気持ち悪くない？こんなやつだったっけ？うお、お前、こいつここにもいたか。くくり。おーおお、犬。錆びついた金貨。これマラソンするときにね、いいかもしれないけど。3人組。犬三人衆か。ちょっと消えてる敵は厄介だね。結構注意が必要。これどうやって上行ったんだ。まあいいや。暗い。あ、いるな、ここも。松明どうする。待ち伏せに注意しろ。松明意味あるかどうかだね。ちょっとせっかくだし装備してみるか。重さは大丈夫。あ、でこうで、こうでないと。いや、めちゃくちゃ敵いるんだけど。あ、見えるは見えるか。こいつら自体強くはないからな。ロックオンできんのかな。ロックオンはさすがに無理か。気づか、どうなってる。当たってなくね。もしかして発見されないと当たらないってやつ。やっぱ松明必要だな。あるとないとは全然違う。あ、なるほど、地面にみんな這いつくばってるから。ってかすっげえ減ってんだけど。這いつくばってるから弓が当たってなかったのか。青虫の眼中で。青虫か。はい、いいって。意外に攻撃力あんなこいつら。え、こいつは立ってんな。逃げろ。もう一回左にいたね。ちょっと待って、なんだなんだなんだ、何かのダメージを食らってる。死体を漁る。もう少しここら辺見て回るか。何かアイテムがないか。敵がいる。あそこにはしごがあるね。降りてきた。敵の数は多い。1体につき250か。
まあ、そこそこ数が多いからそこそこソウルがもらう。うわっ、いって、くそ、ビビらせやがって。でこっから降りてきたんだよね。まあ、光ってはないからアイテムはないかな、こういうところに。まあ、アイテムがあればアイテムの光がね見えるからね。どっち行くか、はしごを登るか、こっちの外を一回見てみるか。また違うところに進んでいくね。そして敵もいるしね。ちょっとはしごを登ってみよう。これは結婚か。ま、上にアイテムがあって結局あっちに戻るっていうのが一番最善パターンくらい。いや、松明マジで必要だわ。ここあそこにアイテム、ちょっとめんどくさそうだな。喪失石か。これ松明なかったらちょっと無理だね。アイテムらしきものは今のところ見当たらないけど、あれ、これ下降りたらどうなの、どこ行くんだ、また別の場所か。下降りるっていうのはダークソウル結構危険は危険だからね。あ、こいつ寝てんな。あ、落っこちた。待って、どこだ、これミミックじゃない、ちゃんと見よう、ちゃんと。大丈夫か。ヨルシカの槍、槍は使わないんだよな。施しを使って回復しよう一回。これさらに下が降りられるね。まあ、降りられるっていうか俺の場合落ちてきたんだけどね。落ちるしかないか。あ、ここに来るのか結局。お前クソ。で結局ここがハーリーの上で、向こう側が何なんだ。施し2回使っちゃおう。エストだいぶあるからね、正直施しはいらないはいらないんだけど。特にない。ちょっともう少しあの針の上を探索します。光の加減か、なんか水っぽく見えたけど。で上アイテム回収したらそのまま先へ進む感じだね。これはあれ、こっちも行ける、外何にもない。んー、マジか。こっから降りてどっか行くっていうわけではないのかな。戦闘してると落ちるからね。針の上は走れないんで俺歩いていきます。何にもないか。もうあのヨルシカの槍を取ればとりあえずアイテム回収は終わりかな。そうだね、そんな感じだね。そっちまで行ってヨルシカの槍を取って終わりということなんで、じゃあこっちから降りてみよう。ここからもう松明はいらないな。タイムス時間制限なくなったのがマジで助かる。渇望の盾ないよね。で結局こっちに出てくるのか。アイテムとかはなし。ここに出ちゃっていいものなの、そもそも。あ、いいものだね。同じとこに来た。先へ進もう。
応なんか音がするんだけど、いるか。ここは何もない。あー、いる。いや、見えねえな。音で判断するしかないか。こっち側、この先幻影がある。ここ、幻の扉。あ、結晶トカゲ、よし、光る。よし、そろそろ光るを落としてくれるようになったね。ここはもうそれだけか。光る地帯、でなんかこっち側も進めそうだけど、まずは蘇った。マジか、こいつら意外に攻撃力あるからな。え、冬張ってんだけど、ちょしょぼい冬張ってんだけど。やった、すいません、しょぼいとか言ってすいませんでした。いや、回復量半端ねえ。とにかく振ってよ。もう一匹いる、もう一匹いるはず。これガチで見えねえな。血の奇跡。え、もう一匹いなかった？あ、いたよ。全然見えねえわ。あ、一匹いるな。さらに前方に、これは見える。もう一匹いたよね。よし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 、逃さないで。結局こっちから行くかあっちから行くかで下に行く感じになるんだね。まあ、順路を通っていくか。こっちが順路っぽいんで、盾常に構えとこう。怖いわここ。なんかいきなりさ落ちて死ぬとかないよね。緑化草、あー、大丈夫だよな。敵がいそうなのはあるけど、怪物がある。マジかよ。トロ、なんだこいつ。気持ち悪い、気持ち悪いけどそんなに強くなかった。あ、直剣の回転力いいね。なるべく陸地の方を通っていくか。前方にアイテムが見えるな。てかめっちゃなんか城から離れちゃって、うん、上、え、何上って、なんかいる。ちょっと逆から行こう、怖いから。上から敵が降ってくるということ。わかんねえ、わかんねえけど、アイテムに釣られてこれを取りに行く。名もなき。よし、ソウルは結構嬉しい。広いな。あれ、なんだ、むさぼりデーモンの出来損ないみたいなのがいいな。え、倒すべき。死んでる、もうすでに死んでる。大回復。むさぼりデーモン出来損ない。聖職者だったのかこいつ。気持ち悪いけど、まあ、奇跡はいらないからね正直。まあ、一応ここに大回復ありますよっていうか、この先怪物があるぞ。やつらのことか。これよくこんな水辺のとこでローリングできるよな。前の沼地のとこもそうだったけどさ。こっちは何にもなしだな。ただ一転してさっきの兵士みたいなやつらに比べて全然弱いからね。って言って油断してると、なんかいきなりまたわさーってくるから、そこは油断せず行こう。あっち側アイテム、ひたすらアイテムに釣られる男。罠だろうと
分かっていても行かなければならない。緑化層、男にはそういう時があるんだよ。1万8000ソウル使いて、もうレベルが上がるソウルがあったら高すぎるがあるぞ。よくわかんねえ。すでに消費していきたいからね。緑化ちょっと出たな。上に死があるぞ。ここはいけないよね。あっち側が気になる。そうするとこの先一応まだ腰まで使ってるな。いやでも広い水辺には出たな。いって意外に強い。ダブルで攻撃を食らうとかなり持ってかれる。クソだ。5先手必勝。3発だな。このままダッシュで逃げろ。うわこれ髪の毛かこいつの。気持ち悪い。この先涙があるぞ。あーまだいるな。抜け道の予感。ちょっと向こうにアイテム見えたけど、ちょっと一旦っぽいところに出たけど、これエストスープじゃん。下の時間だ。うまーい。たまにあるよねこのエストスープ。これかがり火じゃないよね。あったかい。ちょっと待って、もう少しあの下を探索したいんだけど、どこへ出るんだ。広いね。どこだ、マジどこだ。やっぱりなんか黒騎士っぽいのか。あれなんかあの絵ってさ、あいつじゃん、ダークソウル1にいたグビネビアだっけ。もう名前が曖昧。グイネビア。まあ確かにちょっと雰囲気的にはあの城の雰囲気とかあのオールロンドンに似てるよね。あでこう来るのか。やっぱ下だな。ちょっとアイテムがある。回収しよう。なんだこれ、クソ濡れの道灰。あ道灰じゃん。やった。こいつでも900持ってんのか。おいしいな。直近だからやっぱり振りがっていうか距離が。クソ団子。あーでこっから入ってきて一周してきた感じか。どうする。なんかさっきのさ、黒騎士がなんか見てたところにも行きたいし、こっちにも行きたいし、そもそも初めのところ正面突破してないからね。あの教会の入り口みたいなところ、こっちから行くか。これなんだ、あれ死があるぞっていうやつか。ショトカを開通したいんだよね。あ、氷火じゃん。やった。こっち来てよかった。よし。じゃあ、ちょっとまた、戻ってレベル上げよう。こまめにね。あと、道灰も渡すか。結構、ソウルが溜まりやすいな。敵が強い分。それはそれで、助かるけど。次の祭事場では生命時給、生命時給で振ってく。生命時給、生命時給。いやーもう57レベルか。クリアレベルがいくつなんだろうね。で8000ソウルあるから
なんか欲しいものが足りなかったらソウル砕くか。道杯クソだよこれ、クソの道杯だよそんな勝てんなんので、何が増えたか、残り火はいっぱいある、秘めた祝福もあってね、緑化変えるのか、もう無限に変えるね。でカット率も大丈夫、苔玉の松屋にはやっぱりあれか、あ炭松屋にはもう永遠に買えるようになったね。黄金松屋にはさすがに使っていくか、使っていくかって言って使っていかないのが俺、かけら、うーん、あとダガーショートソード、ここら辺はもう変わんないっしょ。不死体、不死体の鎧ってあったっけ、流刑人、古老、いやわかんねえ、何が増えたんだかわかんねえまあいいや、8000ソウルか、買ってく、素早く炎強化、これ何個か、27個かある、買ってこう、しかも持ちきれねえしで大量にあるから一回使ってみよう。どれだ、松屋に、ん、松屋にのこれかで、お、いいね、早い、なるほど、こういう感じか、まあ無駄になったけど、町外れの廃屋、よし、あ、不死の遺骨取らなかったっけ、そういえば、くべよう。はい、というわけで、じゃあちょっと不死の遺骨をくべて、次回、ここの廃屋のところから、やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。こっち奥とかあんの？暗いな。暗いけど1億がある。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。